メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右のカスティーヨ、対するファイターズの先発は右のマルティネス、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。同点で迎える9回です。バッター清宮、第9決まったストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、インサイドストライク。さあ4球目、低め、空振り三振。バッターは5番レアード、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。打ちました、初球打ち。山川ボールを取る、野田取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松本、これが2度目のバッターボックス。さあ次の投球、内角際どい球、ボール。投げた、打ちました、これはヒットになります。松本いいバッティングを見せました。さあ第1球投げた、1球目ストレート空振り、少し迷ったか、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。9回の表が終わって3対3、現在同点です。サヨナラ勝ち、浅村サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。本日のヒーローは浅村、見事サヨナラ勝ちに貢献しました。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は4対3、ライオンズサヨナラ勝ちで試合を決めています。